エルンスト・ハッペルは、オーストリアのサッカー選手、サッカー指導者。オーストリアサッカーの歴史上最も偉大な監督と、言われている。オーストリア代表として51試合に出場。1954年 FIFA ワールドカップ、スイス大会では3位に入る。クラブレベルでは1943年から1954年。 1956年から1959年まで14年間 SK ラピードウィーンでプレーし7回のオーストリアリーグ優勝を勝ち取った。間の2年間はフランスのラシンパリの選手としてプレーした。現役引退後のハッペルはサッカー指導者の道に進んだ。1962年最初に率いたクラブである FC デンハーグでは1968年の オランダカップを獲得。FC デンハーグの後に1969年にフェーノールトの監督に就任。ファイタータイプが多く、伝統的に実直で泥臭い戦いをするチームに、先進的なプレッシング戦術、よく配慮された攻撃的なフットボールをもたらした。その結果、フェーノールトは1970年の UEFA チャンピオンズカップとインテーコンチネンタルカップ、 1971年のエールディビジニュー優勝。クラブにとっても、ハッペル本人にとっても黄金期となった。後に、ハッペルの伝記を書いたクラウス・デアムンズは、彼は妥協なく、戦う、このクラブの性格に、優雅さを教え、この街とこのクラブに自信を与えたと記している。1978年フィーファワールドカップ、アルゼンチン大会では、オランダ代表の監督として、 準優勝に導く。外国人監督のワールドカップ準優勝は他に1958年大会で、スウェーデンのイングランド人監督、ジョージ・レイノリのみが達成している。その後、セビージャ FC、クラブブルフヘ、ハンブルガー SV などの監督を歴任。フェイエノールトでチャンピオンズカップを制した13年後の1983年には、 ハンブルガー SV で再びチャンピオンズカップを獲得した。異なる2つのクラブでチャンピオンズカップを獲得した初の監督となった。1987年 FC バッカー・インスブルックの監督としてオーストリアに戻り、1992年にオーストリア代表の監督になる前に2度オーストリア分でスリーガにて優勝した。1992年66歳でガのため、 死亡した。彼の死後、オーストリアの最も大きなサッカー競技場であるウィーンのプラターシュタディオンはエルンスとハッペル・スタディオンへと改名された。ヨーロッパの監督として初めてプレッシングの戦術を開発し、オフサイドトラップ、ゾーンプレスなど当時としては最先端の戦術を次々とチームに導入。後に有名になるオランダのトータルフットボールの礎を すでに1960年代前半に作り上げていたことで、モダン戦術の発案者として知られ、ヘーノールトの中心選手だったビレムファン・ハネヘムは、良いフットボールはアムステルダムから生まれたと強調されるたびに私は腹が立つ。1970年のヨーロッパカップ決勝は、事実がそうではなかったという最良の証拠だったと後に語っている。トータルフットボールで、 世界的に有名になったリヌス・ミケルスもエルンスト・ハッペルを尊敬していたと発言している。ハッペルは世界トップレベルの指導者として多くのタイトルを獲得しただけではなく、ヨーロッパのサッカー界に多大な影響を与えた。ハンブルガー SV でハッペルの中心選手でもあったフェリックス・マガトは、ハッペル監督の下では30年先のサッカーをしていたと発言している。 優勝回数と同じように、準優勝の回数も多いが、これは、ハッペルが、自らのフィロソフィーに基づき攻撃的なサッカーを展開し、結果を求めるために守備的なサッカーにシフトチェンジしなかった証拠とされている。ありがとうございます。